ハラです。チェルです。パルチェラです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。いつもご視聴ありがとうございます。ますはい、ということで、この画面が見えてるということは、たまりましたよ。ヌラリヒョンボックス。え、この前ね、ギルドで出した人がいるんだよね。うん、そう、つい最近、ね。本当にね、おめでとうございますね。おめでとうございます。羨ましい。私もね、後を追う感じで引いていきたいと思いますよ。うん、そうやな、 3% だよね。そう、3% よ。それでエンマさん引いたからね。うん、あ、そうね。まあ俺もこの前引かしてもらったからね。うん、どれだっけ、これだっけ。あ、来た。さあ、出るのか。ちょっと、もう行くの。あ、行かないの。余韻、なんかこう、重いとかさ、ここに込める思いとか。思いね、なんかやっぱ長かったですよね。エンマボックスは何個か引いたんですけど、うん、そう、なんかね、争奪戦はやっぱ開催回数が少ないから、うんうん、たまりにくいよね。そう、だからエンマ王よりもヌラリヒョンの方が貴重な感じはするよね。そうなんですよ。2回目かな、引くの。いや、もうちょっと引いてると思うけどな。本当に？まあただ圧倒的にあのエンマ王ボックスよりは少ない。少ないよね。うん、俺も今回引けなかったもん。ちょっと足りにあった。そう、いつもね、うずうずしてたのよ。ギルド内で出たのを見た瞬間、自分のチェックしたけど、あ、引けねえって思った。まさかのポロさんは引けるということですね。ええ。いきますよ。いっちゃいますか。いいですよ。いいですか。はい。目つぶっててください、ね。いや、もう音で聞こえるもん。ポーンってなったら。ポーンって言うけね。いい？いいよ。せーの、お願いします。おぉ、安堵だよ、安堵。甘くないか。いや、そらそうよ、そらそう。うん。いや、よかったとは言わないけど、ね、まあでもいいじゃん。武器の凸が進むから。強いもんね。うん。まあ、それしかかける言葉がない、もう。うん。しょうがない。こればっかりよね。また次引くのが楽しみになったということで。ああ、ポジティブよね。俺もね、風キャラが、一番こう育ててるから、うん、もう本当に欲しい。欲しいよね。うん、うん。じゃあまたね、ちょっと時間かかりますけど、また貯めていきましょう。諦めずに。争奪戦の回数もちょっと減るというか、うん、なんか少なくなる。ああ、地獄アリーナか、うん。ちょっとね、まだまだ遠道多くなりますけど、頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい。では今日この辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。